今日は制作費の高い映画ベスト3を紹介します。忘れないようにいいねと保存をお勧めします。第3位アベンジャーズエンドゲーム、制作費413億円、アベンジャーズシリーズ4作目で完結編となる本作、前作サノスに負けたその後からスタートする続編、これまでの歴史が全部つながって大掛かりな一本、クライマックスのバトルはめちゃくちゃお金かかってましたよね。ちなみに前作インフィニティウォーよりも50億円高く制作されてるんですよね。でも大ヒットし余裕で回収、世界ナンバーワンの映画興行収入を勝ち取りました。第2位アベンジャーズエイジオブウルトロン、制作費423億円、またもやマーベル作品がランクイン。意外にも MCU 最大の予算がつぎ込まれたのがこのエイジオブウルトロン、クライマックスも当然ですが各所にお金のかかってるシーンが入ってます。冒頭ではヒドラ壊滅の戦い、中盤ではハルク VS アイアンマンでハルクバスターが出